ロシア軍がウクライナ各地に一斉攻撃。侵攻後最大規模、少なくとも30人死亡。ロシアは29日朝、ウクライナの首都キーウはじめとする各地の都市をミサイルなどで一斉に攻撃し、少なくとも30人が死亡した。ウクライナは昨年2月の軍事侵攻開始以来、最大規模の砲撃だとしている。ロシア軍はこの日、ウクライナの首都キーウや南部オデーサ、東部ドニプロペトロウシク、北東部ハルキウ、西部リビウを攻撃。合わせて160人以上が負傷した。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアが保有するほぼ全ての種類の兵器を使用して、複数の住居と産院一棟を攻撃したと述べた。ウクライナ空軍は、これほど多くのミサイルが一度に発射されたのは初めてだとした。ウクライナの防空能力はここ数ヶ月で劇的に改善されていたが、29日の攻撃の数には対応しきれなかった。ウクライナ空軍の報道官によると、ロシアは迎撃が難しい X-22 ミサイルを含む極超音速ミサイルや巡航ミサイル、弾道ミサイルを使用した。これほど多くの標的が同時に攻撃されたのはこれまでにないと報道官は付け加えた。同空軍はミサイルとドローン、無人機を使った158発の攻撃のうち114発を撃墜したと発表した。ウクライナではこの日、爆撃された複数の場所から黒煙が上った。私たちはそのうちの一つに向かった。キーウ市ポディルスキー地区では、建設会社が所有する全長200メートルの倉庫が標的にされた。倉庫は爆撃で大破。ミサイル直撃に特有の破壊の規模だった。この数ヶ月というもの、ウクライナの人々が絶えず恐れていたのは、主に破片の落下による被害と人命の喪失だった。しかし今や、はるかに大きな脅威が戻ってきた。そこから数キロ離れた場所でも別の攻撃があり、高層ビルの片側のガラスが衝撃で吹き飛ばされていた。空は煙に覆われて暗くなりつつあった。キーウ市内を車で移動してこのような光景を目にするのは、全面侵攻の開始直後以来のことだ。キーウでは9人が死亡した。防空シェルターとして使われている地下鉄の駅も攻撃された。今回もまた、被害はキーウに限られなかった。ウクライナ当局は、10機以上のイラン製ドローン、シャヘドと、ミサイル15発が西部の都市リビウを標的にしたとしている。ウクライナ北部のロシア国境に近いスーミ州コノトップ市もミサイル攻撃を受けた。また、オデーサではドローン攻撃を受けた高層ビルで火災が発生したと、当局が発表した。6歳と8歳の子供2人を含む4人が死亡。22人が負傷したという。北東部の都市ハルキウではロシアの侵攻後、ミサイル攻撃は決して珍しいものではないが、29日朝のように20発も集中的に飛来してくることは滅多にない。イホル・テレホフ市長によると、一連の攻撃で病院一棟と複数の集合住宅が被害を受け、3人が死亡、13人が負傷した。東部ドニプロペトロウシク州のセルヒー・リサク知事は、同州ドニプロ市のショッピングセンターと産院が標的にされ、6人が死亡、28人が負傷したと発表した。南部ザポリッチャではインフラへの攻撃で8人が死亡、13人が負傷した。ウクライナ領内の標的を狙ったロシアのミサイル1発が、ポーランド領空に一時侵入する事案も発生した。国連のウクライナ人道支援調整官、デニース・ブラウン氏は、29日の攻撃は、破壊、死、そして人間の苦しみという爪痕を残したとし、容認できない、ゾッとする現実の新たな一例だと述べた。ではなぜロシアは今回のような攻撃を実施したのだろうか。ロシアのミサイル備蓄量は以前ほどではないが、ウクライナ人を抑圧する戦術を維持したいというロシア政府の意向が今回の攻撃で示された。身の危険をウクライナ人が感じれば戦意喪失につながるとロシア政府は期待しているのだ。この1週間、ウクライナを後押しする動きも見られた。ウクライナは26日、ロシアが占領しているウクライナ南部クリミアでロシアの軍艦を破壊した。27日には、アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官が、今年最後の支援となる、2億5000万ドル相当の軍事支援をウクライナに提供すると発表した。しかしこれは、現在米議会での党派対立により承認が阻止されている500億ドル相当のウクライナへの軍事支援策に比べると
比較的小さな変化といえる。アメリカのバイデン大統領は29日、ロシアによるウクライナ主要都市への大規模攻撃について非難する声明を発表し、プーチンを食い止めなければならないと訴えた。バイデン大統領の声明では、ロシア軍の攻撃によって病院や住宅地などが被害に遭ったとし、プーチンはウクライナを消滅させ、国民を服従させようとしていると非難した。その上で、バイデン大統領はプーチンを食い止めなければならないと訴えた。一方で、バイデン政権が求めているウクライナ支援の予算案について、必要な武器や防空システムを送り続けることはできないと指摘し、早期の予算案の可決を求めた。ロシア大型揚陸艦の爆発で兵士70人以上が死亡か。独立系メディア、ロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島の港で爆発したロシア黒海艦隊の大型揚陸艦ノボチェルカスクをめぐり、ロシアの英字メディアモスクワタイムズは29日、地元メディアが黒海艦隊報道担当の情報として74人が死亡したと報道したとの情報を伝えた。その後、地元メディアの記事は削除されたとしている。モスクワタイムズによると、黒海艦隊の拠点があるクリミア・セバストポリのテレビ局 NTS がウクライナ軍によるノボチェルカスクへの攻撃で74人の黒海艦隊乗組員が死亡し、27人が負傷した。黒海艦隊の公式情報から判明したと一時伝えていたことが分かった。インターネット上に残ったデータから判明したという。ガザ攻撃は集団殺害、南アがイスラエル提訴、国際司法裁。南アフリカは29日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザで民間人に対するジェノサイド、集団殺害を行っているとして国際司法裁判所 ICJ オランダ・ハーグに提訴した。イスラエルは訴えには根拠がないと反発している。南アは訴状で、イスラエルによるイスラム組織ハマス掃討を狙ったガザへの攻撃は、特定の人種や民族などの構成員を殺害したり危害を加えたりすることを禁じたジェノサイド条約に違反すると主張。さらなる重大かつ取り返しのつかない損害からパレスチナ人の権利を守るために ICJ に対しイスラエルに軍事作戦の停止を命じるよう求めた。一方、イスラエル外務省の報道官は X 旧 Twitter に嫌悪感を持って拒絶すると投稿。我が国はガザ地区の住民が敵ではないことを明確にし、民間人の被害を抑えるためにあらゆる努力をしていると反論した。イスラエルがガザでジェノサイド、南ア国際司法裁に提訴。南アフリカは29日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区でジェノサイド、集団殺害を行っているとして国際司法裁判所に提訴した。イスラエルは反発している。南アは訴状で、イスラエルがジェノサイド条約に違反している疑いがあるとし、イスラエルはガザのパレスチナ人へのジェノサイドを行っており、今後も行う危険性があると主張。さらに、イスラエルはパレスチナの国民的、人種的、民族的な構成員であるガザのパレスチナ人を滅ぼす特別な意図を持って行動していると指摘している。これに対しイスラエル外務省の報道官は X、旧 Twitter に、イスラエルは南アによる誹謗、中傷及び提訴を嫌悪感を持って拒絶すると投稿した。米、イスラエルへ155ミリ榴弾売却議会審査省略。米国は29日、イスラエルに155ミリ榴弾などを売却する計画を承認したと発表した。売却総額は1億4750万ドル、約208億円となる見込みで、通常の議会審査を経ずに手続きが進められた。米国防安全保障協力局 DSCA は声明で、イスラエルがこれまでの外国への軍事装備品売却案件に155ミリの新艦、雷艦、装薬を追加するよう要求してきたとし、これにより売却の見積もり総額は9651万ドル、約136億円から1億4750万ドルに増え、議会に新たな通知が必要になったと説明した。声明によれば、国務長官がイスラエル政府への武器の即時売却が必要な緊急事態が存在すると判断し、
通常の議会審査を免除する手続きが取られた。今月、イスラエルへの120ミリ戦車砲弾約1万4000発の売却を承認する際にも、同じく議会審査が省略された。声明は、イスラエルは強化された軍事力を地域の脅威に対する抑止力とし、国土の防衛力を強化するために使用する。すべての国には、国際人道法に従って砲弾を使用する義務がある、としている。